はいこんにちは中学受験さくららチャンネルのナウ之です今日は偏差値65への算数、えー、面積比の問題やってみましょうこの中学受験さくららチャンネルは中学受験の全教科全科目全単元をいつでもどこでも何度でもコンセプトに作っているチャンネルですいいなと思ったらチャンネル登録高評価 メンバーシップもお願いしますでは早速やってみましょう名田中学校の問題です平行四辺形 ABCD があり点 E 点 F は辺 BC を3等分する点点 G は辺 BC の真ん中の点である斜線部分の面積は平行四辺形 ABCD の何倍かと。 さあ、ABC で平行四辺形です。ね。平行平行。平行平行。で、そして EF は BC を3等分する。BE と EF と FC は等しいわけです。ちょっとここ1、1、1としますね。で、全体3とします。 さあそして G は DC の真ん中。等しい等しい。ちょっと四角にしときましょう。ね、でこの時に A と F、E と G を結んでここにねえー、っとここ I とだったかな。ここねここえー、っと EFG。E F G H としましまょうか。この斜線部分のね面積求めな斜線部分の面積 AHG は ABCD の何倍かってことなんですけどこれ一発でね出そうとしないでねこれ補助線引くんですよね。どういうふうに補助線引けば面積何倍かわかるか。 と G と AB の中真ん中の点ね i としますでそこから i とこの G を結びますこう,いうふうにねと AI と BI は等しくなりますからねこうなんか112ですよ そうすす。るととね、えー、いろんなことも見えてきます例えばこの三角形ねここ i ね hi これ j にしましょう。ね、AIJ と abf はこ相似ですよね。三角形 aij と三角形 abf は相似で相似比1。 1:2で,、ね、です。よ対ですってことはここも1:2でしょ。でここを2とすると1:1の2とするとね IJ1 ですよでさらに「<laughs> JG」ね「IG」はこれ3ですから「JG」は2だってわかるでしょ。 で、そうすると、まず A, J, G がわかるんですよ。ね、A, J, G が平行四辺形の何倍かっていうと、まず、三角形 A, J, G は、ね、平行四辺形。まずここで分割します。すぐにはわかりません。2分の1でしょ。これ半分に切ったものですよね。平行四辺形、 ABCD の2分の1に切ってさらにここで2分の1に切りますね。AGI、ね、分の1平行四辺形を半分2分の1に切ってここでまた2分の1に切ってさらに今度 AIJ を1対2で底辺で分けてますからここでピッと切ったわけですから。 1>, 1対2で分けた方の2の方ですから3分の2になりますねかける3分の2倍ですと ABCD かける2分の1かける2分の1かける3分の2ですから6分の1この上側 AJG は平行四辺形 ABCD の6分の1の面積なんですさあじゃあその次下ですね 下ももうできるんですよ。ね、これ、ね、JG と IJ1 対2で、で、下も111、えー。これ同じ長さですから。そうするとね、この三角形と、この三角形今度相似になりますよね。三角形 JHG と三角形 FHE は、 掃除比はやっぱり2:1ですね。と、AH、EH:HG 対、AH、G も1:2になる。ここも1:2になる。じゃあどうやってじゃあここまで分かったらこの三角形が。 平行四辺形から見てどれぐらいなのかということがねわ、えー、かりますけどまず最初ここここに来る前に IBCG ね三角形 JHG は平行四辺形 ABCD のまず2分の1にします。ね、これ下2分の1で。 ここと i と e 結ぶとね、そのまた半分になるでしょ平行四辺形の ig を底辺として、ここが高さ。半分、二分の一、さらに二分の一です。かける二分の一。さあ、そして、えー、ここで切りましょう。ieg の1対2で分けた2の方が jeg ですから、三分の二倍です。 かけるさらに3分の2倍でそして3分の2倍の今度ここで切りますねここも1対2で2の方ですからやっぱりさらにその3分の2倍かける3分の22と2112と211と9分の1倍、ね、下は、えー、AJHG は9分の1倍になるわけです。 上が平行四辺形 abc の6分の1に当たって、下が、これが平行四辺形 abc の9分の1に当たりますから、もうこれ足せばいいね。6分の1足す9分の1は、18分の3足す18分の2で18分の5。この 斜線部分の面積は平行四辺形 ABCD の18分の5倍であるということが分かるわけです。いいなと思ったらチャンネル登録高評価メンバーシップお願いします。では今日はここまでにしましょう。